しげはるチャンネル僕らの国会。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。どうぞ。令和6年2月22日に収録を行っています。今回のテーマはウクライナ支援の本当ということです。はい、実はさっきこっから帰ってきたばっかりなんですよね。はい、これあの今日です。22日木曜日で、最初外交部会8時からやって途中こっちに切り替わったんですよね。はい、ちなみに最初は開発白書っていうものを議論してそれが終わってウクライナの復興推進会議これ19日に開かれましたが、それでいつもの部会ですからこうやって推進会議で、決まったこと発言の中身とかが資料でこうやって提供されるわけです。うん、それでなぜか部会ってあの一番目の発言になっちゃうんだけど声が大きいぜかな。じゃ あの議論をお願いしますって言われた時に、はい、はい、って、うん、まあ、最近そこまで声出してないけどね。それで今日最初に質問したのがですね、はい、あの この辺あの時間がないんで汚いメモで見苦しいでしょうが聞いた通りに、再現しますとね、はい、相手は外務省です。あの、ま、外務省の名前はちょっとあれだけど、ま、こう外務省の幹部が出てますから、はい、あのまあ、プラス経産省や防衛省も出てるんですが主に外務省にお聞きしたのがですね、この日本ウクライナ経済復興推進会議で例えば1兆6000億円の、まあ、ニュアンスとしては新たな支援が日本国民のお金を使って決められるんだ、うん、それからブログへの書き込みによってはもっと目玉飛び出るような、はい、1兆6000億でも十分目玉飛び出ますけど、うん、目玉が飛び出して地球の果てまで行っちゃいそうなぐらいの金額も書いてあって、ね、はい、そのどうして日本国民が苦しんでる中でこの外国にウクライナ戦争があっても外国にその何兆円も出すことを決めるのか、この19日の会議を青山さん絶対やめさせてくださいとか、うん、そういう表現ならまだ柔らかくて、この会議を潰さないとお前をどうのこうのなんてのも来るわけですよ。まあ、日常的にそのよく来るわけですけど、政府側に聞いたのは、はい、その主権者は、まあ、正直ネットでの情報を一生懸命、まあ、検索されて、だから鵜呑みにするとかそういうやっぱ安直な言葉言うべきじゃなくて、みんな情報が必要だから、うん、ネットは玉石混交って分かってるけど、それが著名人がだって発信されてたり、それから同じような情報が並んでると、これは要は本当のことだと思うのはごく普通のことだと思うんですよね。うん、でそれに対してその政府がきちんとここで説明すべきですと、私たちは主権者の代理でここに出てるんでということを申し上げて、もう一つその何兆円ものお金を渡すことを国民に相談なく決めるからとても耐え難いっていうのと並んでね、最近多いのがね、ウクライナの人の年金のお金をこの会議で決めて払うらしいと。はい、年金、はい、うん、もっといろいろ書いてあるんですけど書き込みには、悪意なく書いてあるんですよもちろん、はい、全員の人がネットの情報に一生懸命その たくさんの時間を使ってアクセスされて、うん、でその中で一番多いのが多くて象徴的なのが年金なんです、はい、だって年金で苦しんでる高齢者の方多いわけですから年金が少なくてね、うんうん、だから若い世代でもやっぱり心配してるとかもう諦めてる人も山のようにいるわけです。 そうですね、そんなのにどうしてウクライナ人の年金の原資を、うん、その費用を日本が払うのかっていうのが来てると、うん、はい、でこの何兆円云々の話とその年金ウクライナの年金を支えようとしてるのかってことに実は僕は事前に知ってますよ、はい、詳しく。ただ他の議員もたくさんいて今日外交部会多かったです。出席が朝早いのは変わんないけど、やっぱりそうやって主権者から問い合わせが来るからだと思うけど、普段見ない顔も何人も、うん、ありました、はい、だからここでちゃんと説明してくださいと言ったんです、はい、そうするとですね、万事難しい言葉で言うと俗人的、万事実は人によって変わるんですけど、うん、今日は
僕がこの人は割と本当のこと言うなっていう人が座ってたんですよ。政府側ですね。政府側で、はい、外務省で、うん、ただし意見違うことも多いんですよ、はい、でもこの人は言うだろうと思った案の定こうおっしゃってですね、青山さんから今質問が出たのは、まあ、ばらまき批判でもありますよねと。でそのばらまきっていうのがその政府にももちろん直接この青山さんとこ来るようなように政府にも来るんですと、ネットを見てこうだから、はい、ね、でその中身が要するに新規にこの日本ウクライナあの経済復興推進会議で何兆円も出す、うん、年金も新たに支えることになるというのが来てるわけですが、この人がはっきり言ったのはデマですと。はい、はい、デマ、はい、なかなか外務官僚がいやそれはデマですというのは、うん、部会って前から言ってる通りブリーフィングするんで非公開ではないんですよ。メディアを出して議論するから公開ではないけど、でもそれで終わるんじゃなくて後で部会長が全部まとめてメディアにブリーフするんで、表に出ることがむしろ前提になっていると言ってもいいです、うん、ただし僕は他の議員の発言は紹介しません。自分の発言を紹介しているわけですけど、話を元に戻すと、足掛け8年ずっとも朝早い部会に出てきたんですけど、外務省がデマっていうのは珍しいです、うん、そうですね。それでこの人はしっかりした人なので、もう一回見せて、僕と違う考えもあるけどしっかりしてる人なんで根拠をちゃんとおっしゃった。まずこの中身っていうのはですね、これ公開資料ですから全然見せていいと、公開って部会でね公開してるものなので、秘密だったら秘密ってこう縛りが分かりますから、はい、で要はこれはですね、ウクライナ戦争が実は前の動画で言った通り、ロシアのプーチン大統領が今にも、つまり3月の大統領選挙の前に一つはナワリヌイ氏を、まあ、事実上殺害し、殺害したと言われても仕方のない状況にあったと。だからもう一つがこの勝利宣言をして、でその勝利宣言の中で場合によっては今占領している東部のあの地域とかクリミアだけじゃなくて新たに2州ぐらいよこせっていう話と、大統領を変えてしまってロシアの力で、はい、要するにロシアの一部であると認める、うん、ウクライナでまあレニューってなんとか革命って名前は当時ついてたんだけど、最近言われないけど大きな政変が起きて、その時に親ロ派の大統領が放逐されたんだよね、うん、でそれをロシアは不当だと今も言ってるわけで、プーチン大統領がね、そのようにまあよく言えば親ロ派の大統領、うん、はっきり言うと傀儡の大統領にしろと、はい、傀儡政権ですね、いうような状況を今進行してるから、はい、そういう意味ではちょっとその点もどうかなってことなんだけど、とりあえずゼレンスキー大統領、今の大統領はその戦争が終わったと、うん、いうことを想定して、あるいは終わる前からとにかくロシアの攻撃はこれ実際に民間の会社とか工場とかスーパーマーケットとか病院とか、それから民間人が普通に住んでたアパートを徹底的に破壊してるんで、そういうことを復興すると、うん、でその時にこのメニューというのは、はい、日本の民間の投資がやってくるような、うん、支援をしてほしいということなんですと、はい、でこれは公平に言うと事実で、うん、でこの外務官僚はその根拠も言って、去年に岸田総理がウクライナ行った時に首脳会談でゼレンスキー大統領はその民間が復興にやってくるように、つまり国民の税金を日本政府から引き出してそのお金でウクライナを復興したいと言ったんじゃなくて、日本の民間を中心にウクライナに投資してくれ、それはそうでないと長続きしないから、僕に来たコメントの中に、日本はアメリカの言いなりで、要するに ATM だと、預金の引き出し機だと、前からよくメディアに出てくるじゃないですか、はい、それが今回もそうなんだということになってるけど、これ、現実にウクライナ側にとってみたらですよ、そんな ATM がいつまでも使えるはずがないし、うん、アメリカの力がどこの国にもこのいろんな作用を及ぼすんだけど、日本がそのこうやってアメリカの言いなりに現金どんどん他の国に渡すと思ってるのは、多分日本の主権者であって外国からそういう感覚ないので、うん、そうじゃなくて日本は GDP が4位に落ちたと言ってるけど、
民間企業の活動が極めて活発で、チャイナと大違いで民間の産業資本が明治維新からずっと非常に大きいわけですよ。でそれだと長続き、つまり利益を出せば続くんだから、だから民間投資が活発になるように政府が条件整えてくれっていうのが、ウクライナのゼレンスキー大統領の希望でしたから、はい、それを今まで日本側は約束してきましたと。で今回の会議っていうのは新たに決めたことはゼロですと言われた、はい、でそれも実は僕事前に調べてて、それは本当なんですよ。うん、でゼロって意味はですね、今まで総理がおっしゃったりから候補にしましょうって合意したものを実行していくには、はい、例えば投資環境を整えるために、その今日ここにデマって書いてますけど、その外務省の人がデマとおっしゃるだけじゃなくて、例えば MOU です。 MOU って別に全然難しい言葉じゃなくて、カタカナで言うとメモランダムオブアンダースタンディング、だからメモランダムオブアンダースタンディング、だからこの場合のアンダースタンディングっていうのは相互合意ですよね。まあアグリーメントの前段と言ってもいいけど、お互いにこうしましょうねっていうことがお互いに共通理解ができたと。でそれをちゃんとしたメモランダム、それは実は文書にして、こういう約束できましたね。でその上で例えば条約を結んだりとかも含めて、はい、投資環境整備のための具体化するための手続きをやったと、今回、はい、それだから新たなそのお金をどうこうっていうのは全くありませんと。で現にこの資料の中にも、それからもっと僕原資料にも当たりましたがありません、はい、それでその外務省はでもこの人はこう公平に言って、その全部お金に換算していってトータルしたら、ひょっとしたらその1兆数千億円規模になるかもしれませんが、国民の税金から現金で渡すっていうことではありませんと。でしたがって次の年金も支援した中身をウクライナ政府がどういうふうに活用するのか、でその中にひょっとしたら年金のような社会保障もあるかもしれないし、軍事に、これよく言ったと思うんですよ、日本は軍事支援しないってことになってるんだけど、はい、民間投資の促進で支援しても、その結果についてウクライナが軍事支援に使うこともあり得るって言ったんです。だからその通りなんですが、これはよく言いましたよ。だから全体に、まあ、ありのままにこの人は言おうと努めてると思うんですが、したがってそのじゃあ年金に使われることが絶対ないのかと言われたら、それは日本政府はもう内政に干渉できないから、しかも民間の投資が基本ですから、その先については環境を整えるのが政府の仕事で、使い道はウクライナ政府が決めるっていう意味ではその通りですが、年金の支給について日本が日本国民の税金使ってそれを原資にして年金を増やしてあげてくれっていうようなことはやってませんし、今後もありえませんと。はい、そうですね、はい、でそれは実はそういうことなんですよ、はい、でこれはやっぱりキーワードとしてはね、やっぱり僕の実感で、まあ、よくもまさってこう、ある種断定的にネットで発信なさるなと思うんですよ。問い合わせをする主権者のことじゃなくて、はい、誰でも24時間しかない、それでほとんどの人が仕事にも忙しいし、例えば恋愛にも忙しいし、やりたいことある、その中で情報が欲しいからネット渡っていって、さっき言った通り著名人の方も含めて1兆6000億とかもっと何兆円とか、あるいは年金を渡してあげてんだと、日本の年金が困ってるのに、で似たように並んでたらさ、信じますよ、だから僕のことを信用してくれて僕に聞いてるんだろうと思うし、はい、そうですね。で政府にも例えばプーチン大統領にも聞く人いないんじゃないですか。プーチン大統領はテレビを中継させて質問のあれとかやってるけど、しかしナワリヌイさんはどうして死んだんですかってプーチンさんに聞いて答えてくれるとみんな思ってないでしょ。で日本政府ももちろん隠蔽したり、住民主党も今回のことはバレなければいつまでも実質裏金を作ってたわけじゃないですか。裏金って言うなって言うけど裏金じゃないですか。でそれを考えたらそのネットの格好も、その例えば僕に聞いてくることじゃなくて、もともとその元になってる情報も何て言いますかね、何かの根拠があって書かれてると僕は信じたいし、
ただそれでもね、ちょっとこれだから本当のこととかけ離れ度が、これあの三浦社から見たら言い過ぎに思うかもしれないけど、動画の時代になって激しくなってるよね。ああそうですね、それはあります。これはですね、あの名前言わないけど、そのいろいろの知り合いいるじゃないですか。え、友達もいますよね。その一番大事な友達の一人からね、いやもう動画っておいしいよって言われた。この言葉通りおいしいよ、うん、生活できるよね。つまりあのかつて例えばブログが今よりもっと流行ってた頃、僕は今のブログだけですけど、この動画とあのバナー広告ってあったじゃないですか。はい、懐かしいって感じで今でもあるんですけど、ありますね。それよりも動画につくスポンサーが直接お金になるということを、うん、まあ、あのとてもあのなんていうかあのはっきりした友達なんで、それを僕に言ってくれたりするんですけど、その人がどうかじゃなくて、やっぱりその動画の時代になってなんか激しくなったよね、うん、それで僕自身がこの動画のスポンサー料を1円も受け取らないのは、実はそういう背景もあるんですよ。いくつかの理由ありますけど、で従ってこうアクセスを増やそうっていうふうに気持ちが向いていくと、だってそれが僕の友達が言ってくれた通り、もう生活を左右するとなると、うん、アクセスが増えるのは死活問題ってことにもなりかねないから、この動画がアクセスが増えるかどうかは死活問題では全くありません。だいたいアクセスを目標にしてない、まあ、たまたまわずか3年何ヶ月で3億回に近づいてるとあるけど、そんなのただの結果だもんね。お互いにもうほとんど一回も話したことないね、その件ね。へーっていう。でもそれは生活を左右するとなったら、やっぱりアクセスを増やす。そうすると、いやこの19日の会議では、あの民間の投資を増やすためであって、で今まで、口約束だったりしたものを MOU も使ってあの形にしていくんだって言ったら、アクセス伸びるわけないじゃんね。うん、そうですね。でということは、これはでも、ね、避けがたいことだと思うんですよ、うんうん、これいい悪いじゃなくて避けがたいことなので、ちょっと突然ひどい話言いますけど、昔からよく来るのはね、どの情報を信じたらいいんだと。それで前は僕民間時代結構答え内心ではね困ったりしてたんだけど、今は胸張って言ってるのはね、私の情報にアクセスしてくださいと、はい、まあ、それだけの仕事をしてますと、うん、もうそういうしかないんですよ。でただし僕の発信もそのまま信じていただきたいんじゃなくて、自分がご自分の頭で考えていただく材料にしてくださいね、はい、どうですか。はい、これ日本の支援っていうところは、直接的な武器の支援っていうところは、まあ、難しいと思うんですが、 EU をこうドイツとかを中心に武器のこう支援っていうところを今進めているかと思うんですが、実際ウクライナはロシアに負けちゃうんでしょうか。あの一番大切なかつ重い質問が来ましたが、前の動画でも ある程度言ってますが、とにかく弾がないんですよ、うん、少なくとも今ウクライナ戦争で使われている兵器の中で弾がなくても大丈夫という兵器はありません、うん、でそれが一つはスイス製の弾に依存してたというね、ドイツのゲパルトっていうあの飛行機やドローンを撃ち落とすため の自分であの空に向けてるやつが走っていく自走砲、はい、対空自走砲っていうんですけど、こうゲパルトってドイツの誇る武器なんだけど、その弾薬をドイツで作らずに実はスイスに依存してて、うん、スイスが途中から衛星中立なんでって言い出したら、はい、困ったと、うんうん、それでこの間言いましたけど、ドイツの議員と実際あの英語で議論をしたら、これからドイツで作りますと、うん、で今間に合わないので、はい、したがってあのもともとロシアの方が人数が多いってあるわけですね、編隊の。それで無理な動員してプーチン大統領はやっぱり大統領選挙を気にして、うん、今は貧しい地域、これはあの外務省がはっきり言ってますけど、部会でもはっきりその報告がありました。貧しい地域に声をかけて多額のお金でそういうところの、まあ、はっきり少数民族ですよね、それを前線に送り込んでる。でもすでにその一般のロシア人、例えばロシア人だったら訓練も受けずにって亡くなってるわけですよ、大量に、うん、それでも人数がウクライナに比べると、ただしロシアの人口って日本ぐらいですけどね、例えば中国とかアメリカよりはるかに少ないんですけど、うん、それでも人数が足りないんですよ。それであのゼレンスキー大統領は新たな動員を
まあ、50万人って言われてるけど、その前の、ザルジニーさんっていう総司令官に持ちかけたら、ザルジニーさんがそれは、やらない方がいいって言ったので、うん、解任劇になってるわけです、はい、そう、弾もなければ兵隊も足りない、うん、それで戦争が有利に行くわけがないじゃないですか、うん、だから日本はあくまでこの復興の話だけど、例えば復興してアパートを作ったり、あるいは工場をもう一度建てたり、それからダムとか原子力不明発電所を作っても、ロシアのミサイルがまた雨あられてきてるから、うん、なぜかというと対空砲火が、僕前に予言したでしょ、はい、対空砲火の問題が残念ながら私の予言通りになってるんですよ、うん、今現実はすごく悪いから、それで復興したとしても、例えばミサイルでやられるということだけじゃなくて、日本の民間行けますか、そこに、うん、行けないですよね。しかも日本の軍事力の守りって皆無なわけでしょ、うん、そうするとね、この会議の本当の問題って別なところにあるわけですよ、うん、日本のお金を外国人に使うなって気持ち、すっごく僕にもよく伝わるんだけど、これロシアがそうやって勝ってしまって、アメリカにあえて突きつけたみたいに、アメリカはもちろん跳ねつけたけど、いくつも問題出てて、これロシアっていうかプーチンだったらこのまま勝ってしまうと、もう北方領土に対しても日本に対しても何やっても大丈夫。なぜかというと核で脅すと、アメリカは核持ってるけど核で脅されると何もしない、はい、今は議会がストップしててお金も持たさない、うん、ね、で EU の支援ってほとんど民生用、日本と同じなので、うん、軍事支援はアメリカなんですけど、それ止まってるから、戦争に負けて、あるいはもうゼレンスキー大統領も失脚して、ロシアの思う通り一旦休戦すると、ロシアはさらに工業生産力を回復して、それからしかももう恐るべき事実は山のようにあって、はい、イギリスで今大問題になってるのは、日本でどこまで知られてるか知ってる人もいると思いますが、イギリスはロシア産のエネルギー資源は輸入しない、うん、2年間そうなんだけど、はい、実はロシアは、あ、そうですかって言ってチャイナとインドに出して、うん、チャイナとインドから生成してイギリスに入れてて、イギリス経済はイギリスの工業生産それで回ってるわけです、うん、ね、全然効いてないですね。全然効いてないんですよ。そうすると逆に言うと経済制裁は効かないので、うん、軍事的に民主主義の側が勝つしかないわけです、うん、そうするとさっき僕外務省のこの人よく言ったと思うけど、日本が援助してその結果軍事に使われることもあるかもしれないというのは、むしろ、うん、正しい認識なんですよね、うん、で日本がその憲法9条がありますから、公明党がいらっしゃるからそういうことはできませんっていうのは、国際社会では何のことを言ってるのか分かんないわけです、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、では今回のテーマ以上にしまして、本当はこれ話が尽きないところですけど、また改めて順を追ってやっていきます、うん、はい、私はハイネコ、そしてハイネコと私、はい、はい、にいただいた感想を紹介します。今煮ずるですけど、なんとかもうちょっと増えてもらえないかな、はい、はい、昨日私はハイネコ、そしてハイネコ、うん、と私ですねを読了しました、はい、三重県の奥伊勢滝原の宮にお参りし、うん、そのまま熊野古道を歩きました、うん、足元はがっつりとトレッキングシューズで、お、サインと同じだ、いつもなら神様には感謝のみ申し上げ、うん、お願い事はしませんが、昨日は自然と青山さんをお守りください、日本のために青山さんが総理になってくださいますよう、一緒に全身全霊で応援できるよう私たちみんなをお守りくださいとお願いをしてしまいました。そうせずにはいられない素直な心の表れでした。帰りの新幹線を下車する間際に後日談まで読み終えましたが、そちらの最後の最後、追伸には小説の舞台のモデルの地名が明かされていました。ええと二度見し地図を確かめてしまいました。なぜならその場所の近くを私は数時間前に歩いたばかりだったからです。滝原の宮から続くエリアを、ま、幻の泉が青山さんの総理という実在の泉になることを信じます。青山さんの人生の
大事な時間を奪ってしまって本当にごめんなさい。青山さんが本来の物書きに早く戻ってもらえるよう私たちみんなも頑張ります。それまでの時間を申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。ちなみに夫は新幹線の中で青山千春博士の女よ大将いだけを読了いたしました。ありがとうございましたという感想をいただきました。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。この薄いあの文庫本に私の作者のいわば究極の後書きを書いたんですよね。これ文庫本でまず見ないと思う。うん、文庫本に西村晃祐さんが解説を書いてくれてるんですけど、はい、単行本は花田さんでこっちは西村晃祐さんなんですが、文庫本って作者のご実談や解説めいたものは普通ないんですよ。解説はしてないけどね。あのさ、この本があの次回紹介されるかどうか分かんないから急に言うとね、出張中にね突然ひらめいたんです。あっ、サインが突然大化けするんだと。はい、サインがもうちょっと僕のあの決して表に出さない今言ってるけど内心に近くて、誰かにサインがなってねどうしてこう次から次に試練が来んなよ、俺でバチーンと弾けちゃって、はい、サインの第三幕、もう怒涛のエンタメ系第三幕が実は現出することがなんか心の中で決まりました。お、決まりました。あのビヨンドハイネコです。ハイネコを超えて、はい、サインのまだ若いサインの生命力を爆発するんですよ。もうふざけろっていうふうにふざけろサインになる。はい、なんかみんなのイメージ壊して申し訳ないですけど、はい、中身の根っこは同じサインですから、うん、はい、うん、楽しみに。はい、はい、お待ちください。はい、はい、そして独立講演会のご案内です。3月の20日東京にて開催されます。こちらの申し込み現在受付中です。もう間もなく締め切りですね。2月の27日13時までです。ぜひお越しください。ズバリ内緒の話をみんなで共有しましょう。その時に総裁選に投票できる資格を自由民主党、大嫌いな自由民主党の党員資格を取ってきてくださると、お互いに緊張感がいい感じで、大谷選手の今シーズン第一打席みたいに楽しみですね。オープン戦じゃなくて本当の試合のね、はい、はい、みたいに高まると思いますので、もし申し込んでくだされば、党員に申し込んでくだされば、この三浦秘書が一人一人に応対してくれます。はい、はい、動画の下の説明部分概要欄から、URL ありますのでそちらからお申し込みください。はい、そして最後にチャンネル登録シリーズ、えらいこっちゃ、また時間がないそうで教室編です。うん、また時間がないんだけど、こうなってるのをどうするかっていう話からですよね。はい、はい、そうです。それで申し訳ないけど、一般的なスキー教室をリフトの上からもよく見るんですが、まあ、今1年に1日ぐらいしか滑れないけど、はい、そうすると「はい、膝曲げて!」っておっしゃるんですね。こうなってる時に膝曲げるとこうなんですよ、普通へっぴり腰、はい、あの余計にだからここに椅子があったらいいなみたいになるんですよ、うん、それで板に力が伝わるかというと全く伝わらないので、どうするかというと、実は私教えるの好きですけど、教えるときに膝を曲げてとは絶対言わずに、足首を曲げて前に入れてください。で、雪国にならざる僕が一応今まで好きできてきたのは、今靴下脱いでるんですが、この足首のおかげなんですよね。はい、ここまで曲がる足首すごい曲がってます。でそれをこのふくらはぎの筋肉が支える。これはなかなか作れないけど、このつもりでここまで曲げる、うん、それ何が起きるかというと、ここにスキー靴のベロが当たってるでしょ、はい、でスキー靴は硬いですから、そこにこうやって当てるとですね、この全身の力が、体重、うん、力がそのままここから板に伝わるんで、うん、板がピタッと、はい、安定してくれる、うん、板が安定したら急にスキーはやりやすいスポーツになりますから、足首、膝の問題はもっと先でいい、はい、はい、チャンネル登録は、うん、従ってここの筋肉に、はい、はい、なんでや、鍛
い足を出して申し訳ございません、はいはい、なかなかね素足の人を見ることないですね動画で、はい、なぜ靴下をわざわざ脱いだのか、あの裸足で革靴履いてるわけじゃないんで、あの有名な石田さんと違うので、はいはい、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします、はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。